いやー、イルモさん。いやー、イルモさん。イルモさん。山みたいになってますけど。山だ。いやー、イルモあれでしたね。ご無沙汰してました。ご無沙汰して、修行明けで。修行してました、はい。で、早速合宿やって。そうですね。で、まあ、販売用、あれですよね。うん、始めさせて、はい。力を入れてみたいということで、はい、メルカリをやりましょうということで、うん、まあやってたけどね今までね。そうですね。ただ僕は撮影もしてなかったし、特にタッチしてなかったんで、それでジェムツリー東京でね、うん、という名前でメルカリで、うん、本格始動しましょうというのが、まあ、はい、今回の合宿の、うん、メインの、うん、一つでもあって、まあ、他にもね、うん、やりたいことがあるからね、合宿、ね、してるけど、うん、いやー、イルモさん。なんで、ね、改めたんですね。編集ポイントですね。いや、何が言いたいって、あの、だから今日、早速、1品目、うん、はい、出すと同時に、うん、こっちの今、あの予告動画もね、流してますけど、はい、予告動画の中で、うん、イルモ本格始動みたいなね、ジェム3東京本格始動ですっていうのを、うん、宣伝しようかなと思ったんですけど、うん、もうすでにね、はい、おかげさまで一石目が売れてしまっています。本当にありがとうございます。本当に速攻でしたよね。そうですね、なんか本当にありがたいですけど、ね、はい、だからあの弾みをつけさせていただいたから、うん、あの早速2品目も行かなきゃというところで、うん、はい、ですから。そうですね、まあ僕もいろいろと宝石のことを調べたりとか、いろいろ吉見さんに聞いたりとかしながらなんで、どうしてもそんなにまだペースは上がらないですけど、はい、非常に、まあ、撮影も楽しいし、いやいや、それは良かったです、うん、だからこういう経験で、うん、もしね、うん、これからも本当に宝石に興味があって、うん、やってみたいなんていう方がいたときにね、うんうん、だからぜひどうぞなんて言っても言えるようにしておきたいのも一つあるじゃないですか、ね、そうですね。だから、うん、一緒にね、うん、勉強させてもらいながら、うん、なんかジェムスリージャパンっていうのが、うん、面白いこう販売媒体になっていけばいいかなっていうところなんで、うんうん、だからいろいろやっていきましょう。俺本当にうん、いるもの文章見てても、うん、参考になることあるし、あと素人なんで僕もね、そうなんですか、初戦は初戦は、まあ、だからもう本当にあの勉強しながら、うん、こんな言い方あるよねとか、うんうん、この表現面白いよねとかっていうのなんか、うん、新しいことができていけばいいかなっていうのはありますから、で、ラクマは、うん、千春もやってることだし、ラクマ、メルカリ、メルカリで、ウェブサイト、ウェブサイト、うん、今こうそれぞれ勉強のために分かれてやってますけど、うんうん、まあちょっといろいろとやりたいことも見えてきてるし、うん、正直今のウェブサイトだと、うん、いろんなまた本当はね制限を取っ払うために今のウェブサイト作ったんだけど、うんうん、もういろんなことがもっとやりたいもっとやりたいが出てきたから、そうですね、あのウェブサイト自体がちょっとキャパがあれになってきたんで、うん、大きく変えるわけじゃないけど、うん、一回リニューアルをね、うん、かけたいなっていう話も出てて、はい、でその時はちょっと面白いことをね、うん、その3人がこう、うん、やれるようなこと、うん、が表現できるようなウェブサイトにちょっと変身させたいなっていうのがありますよね、うん、多分近々リニューアルになると思うんで、そうですね、うん、それはそれで、だから今はラクマがシルバーウィーク、うん、まあ、今週中ぐらいやるということになってて、うん、でイルモがジェムツリー東京のメルカリで、本格始動セールですよね。そうですね、はい、本格始動記念キャンペーンをやってます。記念キャンペーン、はい、でキャンペーンウェブサイトでは、うん、その新作大放出祭りが、うんうん、またそれもすごいですからね、始まって、うん、で今あの説明遅れたけど今この話の、うん、後ろには、うん、出品ラインナップの、うん、動画が流れてますんで、あ、そうかそうかだから今ここでその動画の内容は説明しませんけど、うん、こんなラインナップでいきますっていうのと、いずれすぐこの動画の本編が入りますから、うん、
うん、それでまた出品の方をやっていきたいと思ってますんで、また本当にフレッシュな新作、そうね、本当にそれぞれ魅力がたっぷりの、この動画に合わせてこのコメント吹き込むことが一言で結構できないぐらい、うん、あの中身が濃いものになってるから、うん、一回ね撮ったんですけどちょっとうまくいかなくてとても追いつかない、追いつかない犬の宣伝どころがなくなっちゃったみたいなごちゃごちゃになっちゃったんで、だからまあそういうので今ちょっと、うん、動画には触れずに、うん、今これからの予定みたいなのを喋、うん、らせてもらってますけど、はい、もう早速明日は週末ですからね。そうですね、金曜日なんですよ今日。もう一日が早くて早すぎてなんか今日できたっけっていうことが多いから、ちょっとね頑張っていきたいですけど、そうですね、だから今動画で流れてるものは大体もう本当週末に向けて、今夜から週末にかけて、うん、出品していくものなので、うん、この辺をちょっと楽しみにお待ちいただきながら、はい、ジェムスリー東京ではどんなのが出ていくのかはまたおいおいですね。そうですね、はい、僕ちょっと気になったものを選ばせていただいて、イルモチョイスですね、イルモチョイスだね、そういうのが、そうですね、ちょっと まあ、個人的に気になったものをまずはご紹介させてもらうっていう感じですので、うん、そうですね、結構思い切った値段にしてますから、いやちょっと大丈夫なのかなっていう値段を、ダメです、ダメです、ダメですけどちょっと弾みをちょっとつけさせてもらうっていうことで、はい、ですので、まあ本当に、撮影から、うん、文章から、うん、それぞれ、ジムスリー東京はイルモが単独でやってますし、うんうん、ラクマは千春が自分一人でやってますので、うん、まあもちろんあの総合的にあれ確認してますけれども、うん、あれは本当にそれぞれがそれぞれの色合いで、うん、お客様に楽しんでもらうことができればいいので、うんうん、そうですね、うん、だからこの GTQ を基本にですね、うん、はい、それぞれがいろんなカラーを出し合っていきたいなっていうのが、うん、このジェムスリージャパンですから、うん、でもちろんね、イルモといえばジェムグラフ、ああそうですね、こういうものもねなかなかできるね、そう、まあ、いいよね、そうですね、こういうものもどんどん、うん、何か、ね、うん、あのホームページで何かうまくやっていきたいなっていうのもあるんだけど、うん、カットの良さをこう伝えられたらっていう思いで始めたので、そ、それがこれでしょ、うん、T シャツとかね、今ちょっと本当にどういういろいろテストしてて、なかなか決めきれなくて、ツイッターにあげただろ、俺は、あげましたT シャツ着てるところ、まあ、あれとはまた違う T シャツだから、ね、うん、だから今度は師匠でしょ、うんうん、で愛用させてもらってるよこれ毎日、うんうん、だからこういうのも、うん、これからホームページでもね、そうですね、ちょっと早くご紹介できるように、これ結構かなり便利なんで、本当に皆さん、うん、とても便利なんで、もう毎日俺これ持って出かけてるんで、まあ、あとはハンカチというか、そうそう、石拭けるね、石を拭けるようなものも作りたい、ちょっと試しでまたこれからどういうふうに作れるかっていうのをちょっと研究するので、全部整ったら、うん、ホームページのリニューアルで合しますっていうわけでもないしね、うん、とりあえずリニューアル、ね、大体なんか着いた時に一回かけさせてもらって、うん、でいろいろこういうのも発信できるようにしていきたいしね、うん、そうですね、うん、でアイテムなんていうのはまた後からいろいろと足していきたいなって思うから、うん、はい、とにかくまずはジェムスリー東京が本格稼働しますということをですね、うん、お伝えしたくて、はい、今回の動画になりますけども、うん、全く、新作大放出祭りのことには触れないという予告動画になりますけども、いやもう新作はもう見ていただければそうですね、まあ、かなり強烈だからね、うん、それぞれが本当にで、まあ、本当にまだほんの一部なんで、あの動画、うん、流れてる動画も、うん、まだまだ行きますよ、なかなか渋滞が起きてるということなので新作発表大渋滞ですから、まあ、ちょっと東京の方でそう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 、ご紹介の後押しをできたらっていうふうに思います、そうですね、はい、だから本当に、イルモやチハルがまた違う新作をね、うん、どんどん発表してくれるというのが、うん、いろいろ分担しているメリットですから、はい、いろいろとご覧いただければなと思います、はいはい、では
まあ、雑談っぽくなっちゃいましたけども、はい、まあ、こういった流れで、うん、これからまた行きましょうというところですね。はい、合宿もまだ続くんでしょうか。まあ、来週にかけてまだまだね、うん、ちょっとやんなきゃいけないことがたまりましたね、いい意味でね。あ、そうですね、うん、なんかいろいろとまたツイッターを利用したイベントだったりとか。そうだ、それもあるんだ。インスタはまだちょっと試したこともないですけど、まあ、そこら辺も視野に入れたりとか、ね、ちょっと見切り発車系が結構増えるかもしれないけど、うん、けどそれでなんか楽しんでいただきながらね、うん、こっちも結果をそれでつかませてもらうっていうかね、うん、だからツイッターもしばらくイベント的なこと言ってなかったし。そうですね、うん、行くぞ GTQ 拡散って行くぞ GTQ 拡散たまに文章で入れるけど、ね、いいですね、いいですね、拡散していきたいです、はい、そうですね、GTQ、本当に綺麗なので撮影してて本当にあいいなっていうふうによくわかるよね。もう本当に細かくこういろんなファセットをこう一面一面こう見ていくと、うん、綺麗だなっていうふうに改めてわかるんで、まあ、本当に拡散していきたいです。撮影すればそれほど分かると思うんで、その違いが、うんまあ、だから撮影してくださいって話じゃないけど、うんうん、まずやってる側がそれ分からないと拡散もできないから、うんうん、けど本当にそういう意味ではすごくいい経験になると思いますんで、うんうんうん、いろいろやっていきましょう。はい、本当カットが良、ね、くなかったら撮れないんだよ。顕微鏡なんか特に無理ですよねアップしても大丈夫なのがうちの石でしょ、うんうん、でだから小さくてもこう寄れる強さがあるのもうちの石でしょ、うんうん、本当にカットが大事なところであって、うん、何よりね綺麗に仕上がらないんでカットが悪いのは、うん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 、また仕入れ職人とのこうなんだ遠隔、うん、リモート会議とかもそうですねの様子も発信できたらいいなと思います。なかなかね、向こうは向こうでバタついてますけど、かなり激しい毎日のようなので、まあまあ、それのおかげでね、うん、こっちも本当に大渋滞が巻き起こるほど新作が今あるわけで、うん、だからこの流れは本当に止めたくないし、うん、本当にこの企業を皆さんにどんどん拡散しなきゃいけない、うん、使命があると思っているので、はい、だからこれを本当に、今、うん、僕と言うこともしはると、うん、ですけどまだまだね増えてってもらいたいっていうのもあるから、うんうんうん、会社を大きくしたいとかそういうことじゃなくて、うんうん、本当にこの石が好きでとか、うん、なんか一緒にね、うん、やっていけたらいいなっていうのもあるから、うん、宝石を通して、まあ、こういう輪が広がっていけるような、うん、ツールの一つとしてね、うんうんうん、こういうことができますよっていうものを日野がこう販売をもう、被験体としてそう、ね、試験できたら変なんですけども本当そういう目でも、うん、だから指令職人とも言ってるけど、うん、イルモ、販売職人への道みたいなみたいな企画もやってみたいなっていうのもあるし、うんまあ、第一歩を今日おかげさまで踏み出させてもらったので、うん、いや本当に楽しんでいただきながら、うん、助けていただきながら、うんやっていければなと思ってますので、引き続き頑張りましょう。はい。じゃあそんな感じで、うんはい、締めてください。はい。何でしたっけ ？GTQ 何でしたっけ？拡散。ああ、そう行くぞ GTQ 拡散。全然覚えてない。全然。てかそれをここで使うと思わなかったけど。いやそれで締めろってことなのかなと思ったんですけど。はい。まあまあ、本当にやっていきましょう、はい、こんな感じでちょっと緩い感じになっちゃいましたけど、この動画はまた面白い発信をしていきますので、うんはい、ぜひまたご覧いただければと思います。よしみっチャンネルの登録もよろしくお願いします。もうすぐ200人ですので、まあ、もうなくですので、はいまあ、それも一通過点ですのでね、うん、早くどん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 もっと楽しんでもらえるようなものを作っていきましょう。はい、はい、ではそんな感じで、うん今週末も行きたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。くぞ GTQ 拡散。自分が楽しんで大丈夫ですすごく心地いいもうちょっとその考えましょう。そのそうね、キャッチコピーっていうまあちょっとなんかねやってるうちに多分出てくるでしょうね。そうですね、いろいろやっていきましょう。はい。はい。
はい、ということで、はい、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。